はい、それでは、テクテクリブレオフィスということで始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、では今日はですね、えのきさんから、インプレスの機能についてご紹介いただけるということでお願いします。はい、はい、お願いします。今日はですね、インプレスを使う上で一番、重要というか一番使い勝手のいい、はい、マスタースライドをお願いします。マスタースライドですか。はいはい、はい、皆さんマスタースライドは使っていますか。マスタースライドはですね、そういう機能があるというのは、まあ、なんとなく見かけてるんですけど、はい、使いこなしては全然いないですね。なるほど。で、結構使ってる人と使ってない人が極端に分かれるかなと思うけど、まあ、使っていくとかなり便利なのがあります。はいはい、なるほど。はい、で、具体的に今、マスト、例えばですね、はい、マスタースライドをしたいなと思って、このメニューの表示のとこからマスタースライドを選んだ状態になって、これが今その状態なんですね。はい、これでマスタースライドが編集できるんですけど、この4つのマスタースライドを使って、以前やったスライドは構成されてるんですけど、これはあれですか、はい、通常のその表示ではなくて、このファイルの中に基本形がこの4つ入ってるというイメージでいいんですかね。スライドの方に戻るとこのように表紙があって、まあ、アジェンダがあって、なるほど、絵があるじゃないですか。はいはいはい。でこの中のテンプレート的なものをスライドで管理してる。はいはいはい。あ、なるほどなるほど。でこの4つのパターン、基本パターンが入ってますよと。はい、で一番よく使ってるこれを例えば色を変えたいなと思ったこともあるかも。例えば、まあ、こんな色はしないと思うんですけど、まあ、オレンジにちょっとしてみました。はい、はいはい。まあ、フォントもちょっと変えたいなとかいうこともあるかもしれない。なんか、はいはい、ギアもサイズの方がいい。でやって戻るとどうなるかというと感じですね。それが適用されたものが全部。ああ、なるほど。全部です。と、さっきの基本形が適用されてるページには、はい、マスタースライドに変更したもの、変更したものが全部反映されるということですか。そうです。なるほど。マスタースライドでこの辺の色とかフォントを指定してて、個別にではなく、なので、はいはい、ここが全部。で変えてくれるっていうことになります。なるほど。なんかスタイルみたいな感覚の機能っていうことですかね。そうですね。そこは違うんですけど、似てる雰囲気はあります。で、まあスライドもちょっとしかないといいんですけど、たくさん増えてくると、はい、まあ、楽になるっていう。そうですね。はいはいはい。まあ、これだと37スライドあるんで、まあ、全部をさすがにこう1個ずつ変えていくのはしんどいので、これやった方が楽かな。さっきのマスタースライドの1つを直しただけ で、ね、この何十スライドに対して一気に変更をかけることができたということですね。で、どのマスタースライドを適用かは選べるんです。サイドバーの方でやるのはマスタースライドからで、プレゼンテーションで使ってるが今4つ出てきてて、まあ、それ以外も入ってるやつが、はい、中から選ぶ。で、例えば、いや、これ表紙のやつにしたいよからこっち選ぶことができる。すると、の、はい、ってる変わりました。いやいや、真っ白のやつがいいよとか、とこういうふうになる。あ、その左側で選んでるページに対して、この右側のマスタースライドを適用するという、そうですね、ことですね。はい。をクリックするだけで切り替えること。今一つだけ選んでる状態。そう、まあ、はいはい、複数選んどいて、まあ、切り替えることもできる。ああ。
若干重たいですけど、スライド自体が。内容、基本的に内容は変更しないで、デザインだけを変更することができるっていうことですね。そうですね。あ、なるほど。なので、例えば、いいですね。はいはい。こういう、マスタースライドを、後から適用したいみたいな、打ってできる、できます。はい。後からもらってきたマスタースライドを適用する。なるほど、なるほど。これはなかなか便利ですね。で、今ちょっと見ていて、はっと思ったんですけど、はい、ページ番号ってあるじゃないですか。ページ番号あります。あの辺もこれ絡んでる機能なんですかね。番号をどこでつけてるかによるんですけど、例えば一つずつつけてると全部変えなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい。で、そうじゃなくて、マスタースライドの方で番号を入れることもできます。なるほど。例えばちょっと試しに入れてみましょう。スライド番号、購入のところから例えばスライドの番号とか。で、ちょっとなんかでかいん、またでかいですね。はいはい、でかいんで、ちょっと、もうちょいちっちゃくして、ノートセリフになってるんで、ノートサンズの。はいはいはい。いや、戻ってて。JP。あ、もうブラックだとさらにでかい。こういうふうに言って、はいはい。場所も、どこがいいんですか？量がいいですか？選べて、こうじゃあ中央に置きます。で戻る。そう、お、重なってでは見えない。こういう風に、あ、なるほど。ここの位置にずっと全部自動で振ってくるっていう。あ、数字も自動でやってくれるんで、スライドのこう減らしたり増やしたりすると、もう7じゃないですか。ちょっと1個入れたら、はい。例えば入れてみましょうみたいな。やりますね。と、8になります。あ、自動で変わると。はい、自動で変わっていく。なるほど、なるほど。で、いや、このページってどういう仕組みで入ってるのかなって、ちょっと、分かりきってないところがあったんですけど、このマスターでやってたんですね。私いつも各ページに貼り付けしたってたんで、はい、あ、結構効率悪いことやってたんだなって今。なるほど。ええ、でも見る分には問題ないですけど、ちょっとめんどくさいかなっていう。そうですね。はい。こう使い回したりとかすると、はいはい、抜いたり追加したりするじゃないですか、スライド。はいはい。そういう時に全部あまりそこを考えなくていいっていうのは楽なと。なるほど。今右側のペインの方でマスタースライドを表示した時に、結構いろいろデザインがあるなという印象だったんですけど、はい。これはデフォルトで入ってるテンプレートのマスタースライド。あ、そうですね。はい。からこの辺りを使ってもいいし、自分 で、ね、登録することもできると。なるほど。はい。例えば、これをと、一つ、どれかを。はいはい。と、ここで使用したっていうのに出てくる。ってらんの。うん。そうすると、どういうことになるかっていうと、こっち側で編集可能になる。あ、なるほど。あ、いや、これがいいんだけど、ちょっと変えたいとか、はい。っていうのは、それ選んどいて、側で変えてあげるといいかな。なるほど、なるほど。あ、じゃあ、右側のやつから、こう、自由に選んで混在させることもできるということですね。はい、そうです。はい、はい、はい。一度選んであげないと、こっち側に出てこないので。はい、はい、はい。いや、でも、今、蓋しかついてないんで、上もなんか置きたいとか言って、はい。ちょっと置いてみたりとか、まあ、これ色はちょっと、こんなん置かないですけど、まあ、こういうふうに置くか、はい、ますよ。なるほど。という感じになり、変わりましたよね。はい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 。感じで、出るので、かなり便利です。そうですね。これはちょっと使いこなしたいなという
感じの機能ですね。ヘッダーとかヘッダーとか、あと、はい、なんか会社のロゴを入れたりとかするとかもいるじゃないですか。はいはいはい、はい。こういう共通のものをここで作っておくとすごく便利、うん。なるほどなるほど。ですか。まあ、あとは何種類使い分けるか人によって違うと思う。はい。まあ、私の場合はすごいシンプルに4つぐらいしか使ってないと、はいはい、もっと作ってもいい、もっと少なくてもいいかなとは思います。はいはいはい。まあ、これは表紙で、これも何もないやつです。本当にあの画像だけ貼り付けるような。あとは、はい。ショーのタイトルみたいな。途中でちょっと、分けたいときと、これが標準ぐらいで。なるほどなるほど。まあ、これが、よくあるパターン、これぐらいの最初セットがまあよくあるパターンかな。そうですね、の区切りと普通のページとっていう感じですよね、はい、もっと全然凝ろうと思えばできる、いくらでもこう打っていけるので、はいはい、なるほどなるほど、はい、はい、に辺の表示のとこから切り替えてあのスタースライドに行ったり戻ったりするので、でスライド一覧とかでここで選んどいてというのをコントロールをしながら選んどいて、はいはい、あで、あなるほど、やることもできる、あなるほど、はい、あ、まあ楽かもしれない、そっか、このレイアウトとか全然使ったことなかったですけど、やっぱり使い方があるんですね、あとは場所を入れ替える。いやこれもうちょっと前に持ってきたいなっていう、ドラッグして持ってきたか、はいはいはい、でいらんからちょっと消しとこうとか行ったりとか、使い回しするときは かなり便利、なるほどなるほど、はい、私あのいつも左ペインのところで、はい、でしかもあの一番下とかに行くとちょっとスクロール、あーここですね、意表ついたスクロールでこう思い通りに行かなかったりとかしてたんですけど、さっきのモードだと結構その辺もスムーズに行きそうですね。そうですね、一覧の方が楽かなと思う。はいはいはい、はい、でどっちでやってもいいったらいいんですけど、まあ、この辺、その辺はお好みでっていうところですね。お好みですね、はい、はい、まあ、まあアウトラインモードとかも一応あるんですけど、今日の主題とは外れるんですけど、これで、はいはい、あの箇条書きに書いてる部分は他はここでコントロールできるので、やっぱいやこれ独立させてこういうふうにやると一つのスライドになるんですね。なるほど、箇条書きのまあいやいや戻してこっちのスライドに戻そうとかしたりとかってことがまあコントロできる。なるほど、まあ、この辺はまたあれですね、別の動画でゆっくりと、はい、そうですね、深く紹介していただきたいところですね、はい、という感じで、はい、マスタースライドを使いこなせるとかなり生産性は上がると思うので、そうですね、試してみてください。はい、私もちょっとしっかり身につけてみたいと思います。といったところで、動画の動画をご覧の皆さんもですね、こちらのマスタースライドぜひ、使いこなしてみていただきたいと思います。はい、はい、では、今回のテクテクリブレオフィスは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。